2007年12月17日東京都調布市日活撮影所。ゲゲゲの鬼太郎千年呪い歌の出演オファーを受けたソジソブがアクションコーディネーター諸梶裕太さんの指導を受けていた。ちょっと盗むって日本語で言うと盗むなんかね、なんか大体分かりたい。今回は刀を使ったアクションシーンが中心となるため練習にも熱が入る。今回演じるのは異国から来た妖怪夜叉。ニコをモチーフとした武器を使い鬼太郎たちと対決する。セリフが全くないため表情動きで表現する難しい役である。続いてはニコの練習。ニコ奏者太田久人先生の指導を受け夜叉が常に持つニコの扱いを学ぶ。ここから動かす。できそう。太田先生も納得の出来で練習を終えた。なあ、異国から来た客分ってのはあんただな。だんまりかい。心を読むぞこの野郎。
愛想のない奴じゃ。いかに異国の客分であろうと礼儀知らずにも程があるわ。いや、ほう、あれは間違いない。あいつはヤシャじゃ。ヤシャといえば異国の妖怪。なぜあいつが日本に。乗り込め。